ギュクリンゲン。ギュクリンゲンは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州、ハイルブロン軍南西部の小都市。ギュクリンゲンは、ハイルブロン軍南西部、ザーバーゴイと呼ばれる、ザーバー川の渓谷に位置する。谷の北斜面には、ブドウ畑が広がる。ギュクリンゲンに隣接する、市町村は、西から時計回りに、プファフェホーヘン方面、エッピンゲン、ブラッケンハイム、 クレーブロン、以上、いずれもハイルブロン軍、ザクセンハイム、ルートビヒスブルク軍である。キュクリンゲンは、プファフェンホーフェン及びサーバーフェルトと共に、キュクリンゲンに本部を置くオベーレスサーバー後、自治体行政連合を形成している。キュクリンゲンは、中核地区とアイベンスバッハ地区及び、フラウェンツメルン地区からなる。キュクリンゲンには、ゼクミュール農場及びゾフィーエン農場が含まれる。 ギュクリンゲン市の人口6124人、2006年末現在のうち4213人がギュクリンゲン地区、982人がアイベンスバッハ地区、929人がフラウエンツィメルン地区に住んでいる。新石器時代、およびケルト時代やローマ時代にはすでにギュクリンゲン、周辺地域に人が住んでいた。2002年にギュクリンゲンなどから、 2箇所のミスラの聖域が発見、発掘された。これまでの出土品から、キュクリンゲンには10ヘクタールほどの広さのローマ人、入植地があったと推測されている。キュクリンゲンの村は、おそらく4から5世紀頃に創設されたと考えられている。1188年の皇帝フリードリヒ一世の文書に、初めて記録が残されている。この村は、もともと内イ家の所領であり、 遅くとも1295年には都市圏を授けられている。1340年にこの都市は領土交換によりウィルテンベルク領となった。1525年のドイツ農民戦争の際、キュクリンゲンはザーバーゴ地方の反乱の中心地となった。1850年頃には何度も火災が起き、甚大な破壊がもたらされた。第二次世界大戦後は、 それまでの農業中心から工業化が起き、居住地及び工業地として発展した。アイベンスバッハの歴史は、ブランケンホルン城と密接に関連している。この城は、村の南に1220年から1235年に建設されたシタウフェン家の城で、村は、その当地下にあった。城は17世紀にはすでに廃墟となっていた。村は千八百八年まで窮屈人間の、 行政管理下にあったが、その後独立した。1975年1月1日に、アイベンスバッハは、ギュクリンゲンと合併し、新たな自治体としてのギュクリンゲンが発足した。フラウエンツンメルンは、794年12月19日の文書に、シンバーンとして、初めて記録されている。村の名前は、マーゲンハイム家が創設し、 1245年から1442年まで、この地にあったマリエンタール聖修道院に由来するフラウェンチンメルンイコール女性たちの場所。1971年7月1日に、この村はギュクリンゲンと合併した。ギュクリンゲン、フラウェンチンメルン、アイベンスバッハには、それぞれプロテスタントの教会組織が存在している。これらはいずれもブラッケンハイム教区に属す。 カトリックの教会組織である、聖三味一体教会、ギュクリンゲンは、ギュクリンゲン及びその宿、並びにクレーブロン、プファフェンホーフェン、サーバーフェルトを管轄している。ギュクリンゲンには、この他に、メソジスト教会、シンシト教会、及びゲマインデゴータスといった組織がある。また、ギュクリンゲンには、モスクもある。ギュクリンゲンの市議会は、20人の議員からなる。議会には、 これに議長を務める市長が加わる。図柄、赤字に銀の図巾。死の色は白から青である。図巾、グーゲルは地名玉林源の語呂合わせで1359年の印象に使われ、1731年に建造されたマルクト広場の泉に刻まれ、また1684年の森林管理記録にも記録されている。 紋章の色は1575年から変わっていないことが証明されている。ただし、1933年に青地に銀色のものが存在する。おそらく、この色合いが旗の色である白から青の由来であろう。1975年にアイベンスバッハ、フラウエンツインメルーンが合併した新しい自治体としてのキュクリンゲンが発足した際も、紋章と旗はそのまま存続した。 両者は、1976年3月11日に、ハイルブロン軍の認可を得た。アイベンスバッハ地区のすぐ南に接して、シュトロムベルクイコールホイヘールベルク自然公園に属す、森の豊かなシュトロムベルクがある。キュクリンゲンの旧市庁舎は、最近の発掘で得られたローマ時代の出土品を、展示するローマ博物館に改装されることとなった。2007年1月に工事が開始され、 2007年から2008年の年が変わることに完成、開館の予定である2007年5月現在。ゆクリンゲンでは公共施設の周りに多くの像や芸術オブジェクトが展示されている。ドイツ農場のワインブラナン、ワインの泉とマルクト広場のビアやレス祭典、店、四季の像はウルズラシュトックにより制作された。ドイツ農場にはこの他に ボルフガングクノル作はサーティア、水の動物、1985年やイエルゲイン月作、ガグリンガーバッコス、キュクリンのバッカス、1985年がある。十分の一税倉庫前には、リヒャルトヘッサク作でアワクター、感謝、1980年及びグンターシュトリンク作、ガグリンガースフィンクス、キュクリンゲンのスフィクス、1983年がある。また、 旧ラングイングラッド、軽度9度は、まさにその位置の地面に鋼を埋め込み、形成を示している。この他に、ギュクリンゲンには、グイドメッサー、オットマルモーリンク、ボルフガング・ティールらの作品が設置されている。アイベンスバフ派の高台、ブランケンホルン山頂の標高390メートルの場所に、ブランケンホルン城市がある。この城は、 1220年から1235年頃に築かれ、1241年に初めて文献に登場するシュタウフェンの城である。アイベンスバッハのマリエン教会は14世紀に創設された。フラウエンチンメルンのマルティンス教会は12世から13世紀の変わり目頃に建設された。フラウエンチンメルンにはこの他に公爵化の定理、 イエルク・エンツベルガーが16世紀に建設したものが3棟残されている。1573年の木組建築の倉庫、1588年の出窓の館、1595年のコウノトリの館である。1606年作のエンツベルガーの墓碑がマルティンス教会に残されている。キュクリンゲンには屋外プールがある。バーデンイコール。 ビュルテンベルク州統計局は1998年にギュクリンゲンをバーデンイコールビュルテンベルク州で最も高い購買力を有する街と評価した。ギュクリンゲンは渓谷に沿って走る修道線103号線、ハイルブロンナー通り、マルクト通り、マウルブロンナー通りと南はファイヒンゲンアンデア・エンツへ、アイベンスバッヒャー通り、北はエピンゲンへ、 クラインゲルタヒャードウリ通じる修道 L1115 線が交わる地点にある。サーバーゴイ鉄道、現在は休業中は中核地区を通っていた。キュクリンゲン中心部には世界的に活動している測定器具、標準器具、環境保護のための暖房監視器具の製造業者であるアフラソエウロインデックス GMBH がある。これについで重要な雇用主は、 ドイツに本社を置き、オーストリア支店を持つウェーバー・ハイドローリック・ GMBH 社である。アイベンス・バッハには、世界最大の建築足場製造者であるウェーバー・ハイドローリック・ GMBH&CO ・ KG の本社がある。フラウエンチメルンには、レイグラー・ GMBH がある。この会社の床磨き機は、世界中で使われている。この会社は、 従業員数50名ほどで世界中に床磨き機を供給している。フラウツィンメルンにはローテックスヒーティングシステムズ GMBH は暖房システムの生産者である。ローテックスには約330人の職員が働いている。ギュクリンゲンでの出来事はハイルブロナーシュティマの南西部版に掲載される。ギュクリンゲンには交渉人役場がある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。